フレデリック七世、フレデリック七世、フレデリックセブン、1808年10月6日から1863年10月15日は、デンマーク王在位、1848年から1863年、同国の絶対君主時代最後の君主で、地政初期に統治権をデンマーク政府に委ねる憲法に署名し、デンマークの立憲君主制国家への移行を認めた。 これにより、国内に住む成人男子は投票権を得ることになった。憲法は平和的な3月革命への現れである。また、知性の大半は、シュレースビヒホルシュタイン問題と、デンマーク多い継承問題に暴殺された。フレデリク7世は、デンマーク歴代の王の中で、最も敬愛される王になろうと努力した。これは、絶対君主制を諦めていただけではなく、 人柄の現れであるのかもしれない。同時代の人によって確認された、フレデリク・七世のたくさんの弱さ、すなわち、虚言癖、飲酒、極端な振る舞いと、気まぐれ、にもかかわらず、彼はまた実行者として、天与の何かを有してた。フレデリク・七世は素朴であることも、純粋に温かくあることもでき、簡素で、威厳ある君主として現れることもできた。王のは、民の愛は、 我が強さなりであった。オルデンブルク朝最後の王となったフレデリクは、クリスチャン八世とその妻で、メクレンブルクシュベリン公フリードリヒフランツ一世の、娘のシャルロッテフリーデリケの間に生まれたが、両親の離婚後は全く注目されない、幼少期を送った。青年期は、私生活のスキャンダルによって特筆され、王室の問題児とされた。 1848年の1月の2王位を継承すると、ほぼすぐに憲法制定の要求と、シュレースビヒホルシュタイン公国の独立問題に直面した。憲法については、王はすぐにデンマーク人の要求に応じ、3月には絶対君主制の終焉を受け入れ、これは1849年の第1、6月憲法に結実する。一方、 シュレース・ビヒ・ホルシュタイン問題をめぐっては、プロイセン王国その他の国々との戦争となった、第一次シュレース・ビヒ・ホルシュタイン戦争。1848年から1850年まで戦争が継続する間、フレデリクは国家の指導者として現れ、戦闘に決して関与していないのにもかかわらず、戦争の英雄として認識された。王の最初の二度の結婚。 フレデリク六世の娘、ビルヘルミーネ・マリー王女、ネクレンブルク・シュトレーリッツ大公、ゲオルクの娘カロリーネ・マリアンネは、スキャンダルと離婚でしまわた。1850年に、王は、ルイセラ・スムセン、王との結婚により、ダナー伯爵夫人と、既遷結婚をした。彼女は庶民向け夫人用帽子屋で、元バレリーナであったが、王とは、旧知の間柄であり、長年の愛人であった。 この結婚は幸せに見えたが、貴族やブルジョワジーの間からは大きな憤慨を起こした。白爵夫人は敵視する人々からは癒しい主戦奴と非難されたが、崇拝者からは強胆で気取りのない人民の娘と称された。そして、王の精神的安定に影響を及ぼしていると思われた。また彼女は王が地方で民衆と会うよう仕向けることで王の人気の維持に努めた。 その知性の間、フレデリクは総じて立憲君主として振る舞ったが、政治への干渉を完全に止めたわけではなかった。1854年には、超保守のアンデシュサンデー・エルステド、アンダース・サンド・エルステッド内閣の調落に影響を及ぼし、1859年から翌年までは、妻が主導権を取る予定の自由主義政府を受け入れた。死の直前の1862年から、 翌年のシュレース・ビヒ・ホルシュタイ問題の再燃に関して、フレゼリクは公然とハンスカンディナビア軍による共同作戦を口にしていた。これらの小さな危機は摩擦を起こしたが、フレゼリクの国民からの人気には影響しなかった。フレゼリクの統治はまた1854年から政権を担った国民自由党の黄金時代であった。この時代はいくつかの政治的、 経済的改革で特筆される。すなわち、コペンハーゲン氏の城壁の急速な撤去の始まりや、1857年の自由貿易の導入である。シュレースビヒホルシュタインにおける反対派との拡築と、南ユトランドのデンマーク編入への反対要請は、国際情勢に合致するための憲法改正につながった。国民自由党は、 1864年に戦争に導いたドイツ、プロイセンに対する一層の抵抗路線を堅持した。王は全面的にこの路線を支持し、休止の直前にデンマーク及びシュレースビヒの新別憲法に署名する最下を下した。いわゆる11月憲法である。フレデリク7世は3度結婚したが、10年になっても後継ぎが生まれなかった。 デンマークの多い継承法はサリカ法を全面的に適用してはいなかったが、デンマーク王が君主を兼ねるホルシュタイン公国はサリカ法が適用されていた。オルデンブルク家の課長がデンマークの多いとドイツ連邦内のシュレース・べヒ、ホルシュタイン公国の君主を兼ねる特殊な状況のため、フレデリク・ナラセイの後継者問題は極めて取り扱いの困難な問題であり、戦争にもつながった。 シュレース・ビヒ・ホルシュタインのドイツ系住民は、ナショナリズムによって、独立への動きを見せて、広告地域が、デンマーク民族と共存していく意思のないことを、主張していた。サリカ法に従えば、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン行為はフレデリク7世自身より、年長のアウグステンブルク公クリスチャン・アウグスト2世が、継承するはずであった。クリスチャン・アウグスト2世は、シュレース・ビヒ・ホルシュタインに、 ドイツ民族主義の象徴となっていたが、第一次シュレースビヒ・ホルシュタイン戦争で、ドイツ民族政府の代表を取って失脚した後、金銭的保障と引き換えに継承権を放棄していた。これは、シュレースビヒとホルシュタインの両公国に布告されており、1852年の5月8日の、ロンドン議定書で確認されてた。フレデリク・ナナセの最も近縁の女子は、父方のオバルイーセシャロデであった。 彼女は、ヘッセンカッセル家のビルヘルム網白に嫁いでいたが、彼女の子孫たちは、デンマーク王家の男系子孫でないので、当然、シュレースビヒホルシュタインの継承権を持っていなかった。フレデリク三世以来の独自の、長子相続制度によれば、男系の耐えた場合の王家の女子後継者は、フレデリク六世の子供のいない娘たちで、ついでルイーセ・シャロデの後継者、ついで、フレデリク六世の妹、 ルイーセ・アウグスタの子孫であった。ルイーセ・アウグスタの息子とは、アウグステンブルク公クリスチャン・アウグスト二世であり、その長男フリードリヒは、父の継承権放棄で、実質的に、シュレースビヒホルシュタイン公くらいから、排除されていた。オルデンブルク家の別の冒険であるグリュックスブルク家は、ヘッセン・カッセル家との隕石関係で、デンマーク王位継承順位が高く、また、 アウグステンブルク家よりは会であるが、シュースビヒホルシュタインの継承権を有していた。彼らの女系の先祖の一人が、フレデリク五世の娘ルイーセであった。クリスチャン公子は、フレデリク六世とマリー王妃の、幼孫であり、当然ながら、宮廷と王室の伝統に通じていた。クリスチャン公子は、血縁上は、マリー王妃のおいにあたり、フレデリク六世の十枚の子であった。彼は、 デンマーク人として養育され、デンマーク五県の王室領に居住し、ドイツ民族主義とは結びつきがなかった。これらは法的に何の意味もなさなかったが、デンマーク人にとっては良き多い継承候補者となった。クリスチャンはシュレースビヒホルシュタインの継承権を有していたが、アウグステンブルク家や二人の兄の存在のため、その筆頭ではなかった。また、フレデリク・三世の子孫として、 デンマーク王位の継承権者でもあったが、これもヘッセン・カッセル家が上位のため筆頭の血統ではなく、その継承の可能性は低かった。クリスチャンは1842年にヘッセン・カッセル家のルイーゼと結婚していた。ルイーゼの母ルイーセ・シャロでは上実の通りクリスチャン8世の妹であり、その時点でフレデリク7世と最も近い血縁、関係を有する女子であった。 また、ヘッセンカッセル家はデンマーク王位継承権に関して、ルイセ・セシャロデとその夫ビルヘルムへの死を放棄していた。デンマーク王位の継承問題は、1852年の法令で、クリスチャンがフレデリク7世の後継者に選ばれることで、解決された。一方で、フレデリクには、当時左官となっていたハンスカンディナビア主義への共鳴があった。ロンドン議定書によって押し付けられた、 グリックスブルク家の王位継承よりもスウェーデン王室に結びつくことも視野に入れていた。ハンスカンディナビア主義を利用して王権復活を図ったスウェーデン王オスカル一世や、その子カール十五世は、その熱烈な主義者であった。フレデリクとカール十五世は、デンマークとスウェーデンを連合王国とするなどの議論を行ってもいた。その場合、カール十五世はフレデリク七世の養子となることまで、 考えられた。特に、デンマークでは、ドイツからの脅威からスウェーデンとの連合が真剣に、唱えられていた。これに反スカンディナビア主義が結びついていたのである。しかし、ヨーロッパ列強はこの主義に警戒心を抱き、北欧への圧力をかけるようになる。反スカンディナビア主義は、北欧全般で熱烈な盛り上がりを見せたものの、北欧諸国の政府は冷ややかであった。特に、 スウェーデン政府は、この主義を利用した王権復活に警戒心を抱き、ベルナドッテ家によるデンマークの王位継承には反対の立場であった。そればかりでなく、シュレースビヒホルシュタインの民族問題すら一周したのである。それでもフレデリクは、スウェーデンの支援に最後まで期待を抱いていた。フレデリク7世は1863年に死去し、ロスキレ大聖堂に葬られた。 結局、ロンドン議定書を通りクリスチャンが多いを継承した。クリスチャン旧世である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。